はい、スター大変お待たせいたしました。ストリートファイターカーニバル2014、15日目。たくさんやってますね。15日目の流行通大会&流行外伝大会始めまーす。お前らストリートファイターかー、ちげえだろ、今日のお前らはアートファイター。じゃあ1回戦ですね。SAC ヤムチャと適当ロバート、ジャンケンでワンピッツビー。龍子の剣は、龍子の剣2、じゃんけんで勝ったら何が何でも 2P 側。もう 2P 側選ばない理由がない。というぐらい圧倒的に 2P 側が有利。なんで 2P 側が有利なの？コンピューターが使うキャラクターと、まあ、同程度の性能。まああれなんですよね、通常技のデート戻りが早くなると。2P 側じゃなきゃ、繋がらない連続技等があると。いうことで 2P 側を選ばない理由がないと。いうことになってます。で、これ、ワンピガニ、ヤムちゃん、ツーピガニ、適当くん。投げから受け身はしっかり取って、ローキック。ローキックは同時押し。BC 同時押しでローキック。A と C 同時押しで、ハードブローですね。ヒッシップ、絡めて、後ろから後傾は飛ばない。ゲージがないぞ。ヒストラが出せない。完全にもう、どつき合いしかできない。この状況。で、裏からアッパーで殴られて、ヤムちゃんがヒッシップ。伊藤くんがこの体力差さすがに厳しいかアウト勝負で割り込んで、がロバートにはまだエーパーがある。がアッパー、ゴスッとね転がって1本目はやめちゃう。おめでとう。ラウンド2、はい、こと後傾前ジャンプしようと思ったら風時間が決まって、アッパーは手前で落ちてるが、あ、押し込め、落ちてジャンプで避けた。すごいね、よく避けた。ビートアッパー当たらず、しばらくかな。ビートアッパーまたしても空振って、結局このゲームの昇竜拳は信用を受けないぞ。地面の相手に当てても寝っ転がらない。でゲージがモリッとあって体力的には美味しい状況。これ適当君のまさかのまさかの極限流奥義が決まるかと思いきや、昇乱客でゴスッと当たって勝ったのはヤムちゃん、おめでとう。タケヤンと THR、 おお、ちゃんとワンマッチで終わるね、いいね。ラウンド1、はい、はい、ワンピが黄色い忍者、全然忍ぶ気ない忍者の力ゲージで THR ザ・ホームラン。2対 C2P 側テムジン、昨日の筋肉すぐるよろしくテムジンでも、おっと決めた、5どころ10人絡み筋肉バスターからの半月山。竹山が乗っているのか。今日の THR は瞳をやってるわけで必殺が出てなかった模様。かなり不調、この不調のうちに殺しとけと言わんばかりテムジンで一気に行くのか。ゲージンあ、なんかカスタテっぽい感じがすげえで、ダッシュ投げ、あ、受け身しっかり取って、カスミにズバッと切って、ヨスミ、タケヤンがのそりのそりの前に近づいてって、ローキック、まあ大して痛くないと、踏んだのか、とダッシュ投げを投げ返し、タケヤンが画面端に追い詰めたけど、カスミに落とされて、タケヤンが体力、記録が欲しい、タケヤン。投げで受け身は取っている。このゲーム受け身取られると本当投げ減らないからね。こうなるとダメージソースが厳しいぞ。ゲージあるが、ゲージさえ溜めさせなければなんということはないと。ということで竹山が攻めあぐれている。この状況投げで受け身は取って、どうする、どうなる、暫定差で削り殺しと。この状況から前回ソイヤは食らわなくていい残影剣を食らって死んだ。挑発でゲージを回収してからの飛び込みから投げ、あ、おっと珍しい受け身失敗。さあ取れないのか、あれ受け身、受け身取れない投げ。
受け身取れない投げですね。投げて着実ダメージを持っていく。そう、受け身取れなきゃ取れないで、やっぱ投げ痛いね。と竹中半月さんね、デジャルシーター、筋肉バスター48の殺人技が一つ。勝ったのは竹山。いや、昨日の筋肉マンから勢い乗ってるね。いいね。したらマサオのジョン・クローリーとカナディアマンのリー・パイロン。まあ、竹山もね、ポイントランキング、今2位だからね。で、昨日結構ガッツリ行ったから、ガロボートの差も若干縮まってるので、頑張りたいところ。ワンピガニ、マサオ。ツーピガニ、カナディアマン。カナディアマンも昨日かなり活躍してるや。どうなる？画面8位。落ち着いて。ドスミン。あら、それしかやらない。おっと、覚えたての猿のオナニー状況、それしかやらないぞ。大丈夫なのか。実際あれこう割り込むの、なんかパンチとかで割り込めそうな感じはしないでもないけど、ローミドル裏剣と、まあ、ジョン・クローリー版のあれですね、クロスファイアブリス的な感じですね。あれは投げて受け身は取っていない、ひたすらそれ、フライングアタック。おっと技を切り替えた、ひたすら虚空に向かってローキックミドルバックフロー、ショーからフライングアタックではなくてボディキックだった。残りタイムがない。ガーナリーが時間いっぱい握って、相手実際割り込めんの、一応小判した小判で割り込めるらしいけど、お互い地上にいる時間の方が短いのか、食らわして少々で固めて、何がと出しだけで受け身取ってない、とまたは受け身取れないのか、着地するタイミングで ABC ずらし押しでいいんだぞ。よしみかな、ここはやっぱりマサオは強いのか、飛び込んでシャガパン食らって勝ったのはカナディ、おめでとう。したら0回戦の最終だね、クリッシーネ・ゴーダと BA ・ミッキーですね。現在解禁賞カナディ1ポイントゲットでちゃんと稼いでますね。カナディアンマンが、ワンピガーにクリスティーネゴーダーデブジンに BA も強からなのか、そうなる TMF から教わったダッシュしてからの原パン、三原純子だけで、それしか教わってないはず。あとは入った、顔はやめときなということで、三原純子からのマイナッシュは塩パンが割られる、投げられて受け身がない、しょうがない、これは受け身取れない投げだからしょうがない。で削りですね、ポグッと当たって1本目は手無人、四隅から最後クラッシャー的な何かを当ててから挑発、お互いゲージがない状況になって、がミッキーにはゲージはいらないと、つかみはいいんです、つかみはという感じで BA が TMF に教わった、そのまんまのことをやるが、ドッダッシュ投げられ、そう三原中画面端美味しいよ、間合い変わんないぞ、ミスるなよ、あっと投げ返されて、クリスチーネ・ゴーダがそうは食らわんよという感じできっちりとどめさせて、ミッキー一体目撃者おめでとう。はい、したらじゃあ野獣先輩のテムジンと、来たぞ真の悪魔超人ケイム・ミッキー、こいつの腹パンは誰が止めるんだ。あ、そう、今日エアガイつかめいないね。
い、ワンピー側にケンミキ、ケンミキで、ツーピー側に野獣先輩、ラウンド1、はい、三原人口は勝つのか、48の殺人技が勝つのか、ちょこって消費食らって、あっと食らっちゃって、消費食らって体力半分減らされた上で三原人口一発目で、まあこんだけの体力差があるので、まあ無理に攻めに行く必要はないと踏んだのが KM1 機、冷静に対応、ラウンド2で野獣先輩なんとか踏んづかまえて殺したと、ほんとまたしてもパワーゲイザー空振ってるところに消費食らって、体力の差がとぐでかいところで純子一発目、さあおやめ時などといかない、悪魔にだって友情があるんだぜ、ねえだろ、ドロップミドルミドルで一緒に追っ払って、でパワーウェーブの勝敗者がこうなると、手打ちちょっときついか、ゲージ溜めてからの残影剣パラスぐらいしかないのかと、削られてガクンと勝ったのはケミキ、三原純子でハメを使わず勝利。はい、したらじゃあジョニキさんのジャックと SAC タクマ、じゃんけん勝って当然ツーピー側、ヤムちゃんまたしてもワンピー側じゃんけんね、本当ワンピー側選ぶ理由がないですからね、ジャック・ターナー、リュウコの時代にはテリーはデブだったということを証明するとトビ蹴るよ、そうですね、おっとパンじゃなお、ヒーシップ直接投げてからバーナックル、ちょっとショーパンで、おしゃがみがある人にもショーパン当たっちゃうと、おっとヤムシャがテリー対策バッチリなのか、投げてバスターするからのゲージに溜めて、ゲージ溜めるのを邪魔するが、ゲージ溜めるのを諦めると、空破弾はガードされて昇段脚こすって当たってとパンチで殴られて、あれしんどいね、こっち座高高すぎでしょ、ラウンド2、ジョニキがそれに対してどう勝つのを見出すのか、ショーパンチが防いでバスタースルーは受け身取られて、そしたらパンで飛び込みは少々で割られて、でデブテリーあれですよ、足払いあの上げれなくなってます、ね、ちょっと重たいのか、飛び込みかな、テリーの台足払いですね、片足あの浮いてる感じのイメージ強いですけど、ロキック当てられて、投げは受け身取ってなかった、出しますかって死ぬのか、ケシップ空中で逃げようとしたが、ちょっと体がでかくて逃げきれなかった、勝ったのはヤムチャ、おめでとう。したら IK キングとなるキング、キング同キャラ、じゃんけんで勝ったの、多分勝ったんだろうな、 IK さんがツーピー側、スタート押してください、ワンピー側になるくんキング、ツーピー側も IK さんキング、キング対キングで、はい、青っぽい方ですね、青っぽい方がなるくん、ワンピー側、ツーピー側緑っぽい方、緑さん黄色か、緑だな、っぽい方が IK さん、キングもゲージがなくなっても戦えるキャラクター、とベノム当てて耐えるかない、ゲージが盛り立って受け身失敗、そこからとベノムストライク出せなくて、起き上がりに重ねることはできなかったけど、再度出したやつは食らってくれて、1本目は IK さん、
で、キングはあれなんですよね、あの下上キックのトラップショットという技がゲージがない状況を出そうとすると、なぜか大キックが出ると。で、その大キックは結局通常はヒスターニューが出した大キックなのに、通常はそんなもんだから大キックキャンセルがかかるということで、大キックキャンセルトラップショット、キャンセルトラップショットということで、大キックが3発ぐらい当たってピヨンって死亡みたいな、めちゃくちゃですねこのゲームと。ゲージがなくなったぞ。どうなる？と、目の下で飛ばない。IKさんがゲージをモニターが、マル君がゲージ貯めて、それでキック。と、サプライズローズを出そうとしたのか？キック、空振って。ゲージもないし、体力的にも負けてるし、時間もない。マル君頑張れ。それでキック当たって、当たったけど返して引いてね。で、猛虎将空振って、飛び込み。目の空振りで当たらなくて、昭和芝でポクポクっとタイムオーバー、若干追いつかず、勝ったのは IK、おめでとう。じゃあ、ユクとジャック・ターナーとタケアン・テムジンですね。ユクトのテリーがタケアンの筋肉すぐるりにどう戦うのか、はい、とバーナックルは投げられて、でパワーゲイザー、起きて破りのパワーゲイザー、テリーに対してのパワーゲイザーを使って、どんな起きてだ、飛び込み様子見、様子見で、と、空破弾は投げられて、ゲージ、気力ゲージが欲しい、バーナックルは必ず投げられてしまっている。ラウンド2。ラウンド2。なんとか、ユクトが投げキャラはお前だけじゃねえんだぜというところで、ユクトにもいいとこ見せてほしい。タケアンが、試合のおっと半月間、試合のペースは竹山ペースで進めるように見えるか、とユクトが暴れ出した、ゲージがなくなった。竹山はゲージが盛り伝うぞ、あれはなんか怪しいぞ、飛び込みからキャッチバレー、これそろそろ死ぬ圏内だぞ、死ぬぞ、なんか食らった瞬間、ユクト気をつけてくれ、どうしようパンデー、竹谷にパンデー強いのか、消防駅で暴れてるだけで結構竹谷の手前に困ってる、ファイナルラウンド、はい、ラウンド2で味を占めたのか、ユクトが飛ぶ、時代はホットプレートだよと、地面熱くてやばいやばいみたいな感じで飛びまくる、おっと5どころ10人絡み、筋肉バスター48の殺人技持ってって、ユクトの方のジャック・ターナーの方が体でかいんだから6を9にするで返せそうなもんなのに、おショーパンね、体力がもうない、どうする、と暴れられて、暴れたところに暴れで出ちゃったのがバーンナックル、吹っ飛び着地にテムジンがショーパンで、竹庵のスグルが2回戦突破おめでとう。竹庵どこだ、あった、たらイデアのユリとパルキシ君のリュウ、リュウじゃねえ、リョウ、じゃんけん勝ったら 2P 側当たり前ですと。このゲームだけはあれですね、大抵あの仲がいいもしくはモラリストとじゃんけん、いやいいですよどっちも好きな方でもみたいな感じをよく見受けられるんですけど、リュウコ2はそれ見たことないですね、そんだけ 1P と 2P は違うってことですということで、 1P 側にイデア、給料日は火曜日、
今持ってるのが1000円、どうやってこの神話過ごすんだ。投げないで受け身しっかり取って、いいで飛び込みかな。パルキングが体力的には持ってるが覇王後ろ貢献、今のは飛び越えられず。アビがイデアが、イデアで飛び込みからしゃがしを連打で、ショーパンが強いよ。あとなんか、とりあえずなんか困ったら大王拳いっぱいあるとけ。大王拳、大王拳。王拳でそっちじゃない。そう、そっち、そっち、そっち。え、よ、それか、飛び蹴り。頑張れ、イデア。ゲームで勝てない、金もない、いいとこないぞ、勝たなきゃダメだ、このラウンドくらい勝たないと。受け身は取っている。ゲージはパルクチ君が、あ、かなりゆとりがある。これどうなる、ヒデア死ぬのかと、削られて殺意脱がされて、お仕置きダメーと言わんばかりに勝ったのは、勝ったのはパルクチ、おめでとう。したら、グラ君の量と、カナディアンマンのリーパイロン。あ、そう、お前もうちょっと来るか、外伝から始めてくね、流骨お前出さそうか迷ったんだよ。迷ったんだよ、TMF。悪魔超人、オリジン。はい、そして、オープン。少々からワピガニカラディアマのリーパイロン、ツビガニグラ君のジョーサルバニー、飛び越えて左右が入れ替わって、お互い出したいものが出せないじゃない、貢献を喧嘩されて、もう割とスタンダードな格ゲーに見える。多分俺が騙されてるだけだ、このゲームはスタンダードな格ゲーじゃない。ダッシュから冷静に、そう、ゼロ回生の時とは違ってカナディアンマンがかなり地べたに這いつくばってる、空を飛ばなくなったが、少々で追っ払われて、まあ、クラ君ガードだ、ガード固めるな、体力的には勝ってる、いいよということで、1本目はグラ君ラウンド2。ゲージがね、まあ、あのモリッとあんだけあったからね、カナディアンマンも必殺技の削りでワンチャン逆転勝ちもあったとは思うんだけど、そうね、飛び蹴り貢献的にガードさせて、体力的には若干カナディがリード、ヒエンシップ立ち切りが相打ちしてからの画面端で投げは受け身取れてない、受け身は着地する寸前で A、B、C ずらし押しで、円錐からのあれ中断なのかな、ヒエンシップボロに食らってしまって、リーパイロンは気力が十分、気力が十分あった中で両坂崎は飛び込み、お、当ててかな、必殺技でいいんじゃないのか、必殺がないのかと、出し投げ、うまい、カナディアンマンが通常技を気力には頼らないという戦い方でラウンドには取り返す、とようやく使った必殺には反撃はされず、冷静に、よし、おっと、対空、うまい、カナディアンマンが非常に冷静、地面に見て、で、効果見てから飛んで、クラ君が体力半分切った、と、食らってしまって、クラ君、ヒエンシップ逆だな、と、と、残裂剣は届かない、ゲージがない、これは何もできないのか、
カナディアンマンが非常に冷静で受け身、おっとカナディアンマンも受け身取れない。最後の最後でカナディアンマン、次に戦う相手に弱点を見せてしまったか。受け身ミスって勝ったのはグラ君が、グラ君の今の負けは無駄ではないかもしれない。カナディアンマンが受け身を取れなかったという事実が残った。